光のアロマティックトークインパッチダウン。よーよあれ次誰だ、みたらさんですか。じゃあ9、あお、そう発売ですかね。いよいよそうですね、発売ですね。ありがとうございます。いつですか。4月の10、20、10、20その4月の中旬。え、2冊入ってんのあれ。違います、別々です。別々パニックと、あの峰内の1、2が出たその前のやつと、うん、と、うん、G っていう昔、あのまあ、まあ、でも前に書籍になってたのを再編じゃあ、あの一からやる。あ、そうなの。はい、一からやんの。違うんですが、コミックなんでチョイスしてやる感じですね。100話ぐらい確かあるんで。また印税がこれ木村さんの方にそうですね、がっつり何千万か何億か。いや、その取られる日数考えたら全然赤字ですよ、うん、え、でも編集別にやってるわけじゃないし、うん、いろいろやるじゃないですか。いや、構成ちゃんとやるんだもん、木村くんは。そうなの。やりますよ、うん、著作ノータッチじゃない。著作はすごい。著作本もやんの。やりますよ、それ普通やるじゃないですか、うん、へえ。やるタイプでしょ。でも俺はやるタイプだけど、キムさんはやらないタイプだ。いや、すごい熱心っていうか真面目に。じゃあ赤字っすね、うん、っ笑顔で赤字っすね。その仕事、そのアイテムはおそらく。しかも因縁のパニックセブンですからね。ほんとなんか因縁づけてるんだよね、キムさんは。因縁っすよ。G をやめたからじゃない、うん、じゃあ終わるのはいいんですよ、うんうん、7、8年連載をしてて、うん、なんか終わる時に、あ、終わりますからみたいな感じで。あ、え、でもそれ普通じゃないの。それ普通、よく言うけど。違う、だって、お疲れ様でしたの一言は。いや、それはね、いや、それは言ってるでしょ。お疲れ様でしたぐらい。ないっすよ。そんなことあるの。なことはないよ、社会常識的に。そう、社会常識がないから、もう二度とでやんねえ、お前んとこ。うわ、で本出してんじゃん、今これ。まあ、それ木田さんに言われちゃったんで。まあね。へー、そうなんだ。でも、うん、不思議ですよね、パニックセブンって漫画でも廃刊寸前まで行ってて、うんうんうん、じゃあ何で持ち直したかって DVD、漫画に DVD をつけて、うんうん、で、そうだね、そっから持ち直して今売れてるっていう、うん、そうですよね。不思議です。だって漫画家さんが DVD じゃないですかね。そうなんだよね。いや、でも漫画家さんおかしい人多いよ。なんか星野さんっているじゃん、星野誠一さん、はいはい、僕あの人と一緒に動画出て、うん、あれ言ったかな、この話。あの野球の話になったの、帰り電車ね、うん、で星野さん、どこファンなんすかって言って、あ、ヤクルトっすって、うん、あ、よかったっすね、今年優勝してった、あ、そうなんですかって言うから、野球好きなのかこいつ本当にって思って。優勝知らない。知らないの。嘘、どこ好きなんすか。そんなことある。ヤクルトっすそんなことある。本当好きなんすかって。まあまあ、好きじゃ、好きか嫌いかって好きですよ。それ、あれ、乳酸飲料の話したんじゃないですか、うん、ヤクルトの。あ、そういうこと。そっちじゃないですか。それまで野球漫画の話してたから。え、聞き間違えたんです、多分。あ、そうなの。いきなり飲み物の話になって、うん、ヤクルト、あ、ヤクルト好きっすね、あ、っていうこと。したら、ついつも合うじゃないですか、うん、まあ、合うけど。優勝して、あ、完全な雑談モード入ってるから、うん、俺ら、もううんって言ったよ、雑談モードで、うん、もうだって吸ってんだもん。数字言うらしいよ。あ、数字、うん、14。お、恵比寿の思い出たくさんありますよ。だって俺毎晩のように恵比寿に乗ってたから。ほんと好きだね、恵比寿が。恵比寿何があるの。駅の、うん、駅の徒歩10分圏内って考えたら、うんうん、飲食店が日本で一番多い駅です。え、そうなの。要は渋谷とか新宿でちょっと歩くじゃないですか、駅前ってやっぱないじゃないですか、はい、デパートとか、あの駅から徒歩10分圏内の中では飲食店が一番多いです、うん、へー、そうなんだ。多分日本で一番多いんじゃないですかね、下手したら。まあ大阪とかだったら私はあれですけど、恵比寿ね、降りないもんね最初ね。ガーデンプレイス、うん、ここ来る時、うん、全然わかんなくて、何回かももう忘れてて、うん、キョドキョドしてましたよ、僕と御手洗さんは。気持ちで負けてた、はい、やっぱり。
そうっすよね。俺今日もキョロキョロしたんですけど、なんで何回か分かんなくて、でこう、こうメールでこう見せたら、あ、いた。ほんと俺ら覚えないからね、回数。一応スタバ探しましたよ、いるかそう、スタバで内池さん探す、俺も今日探したもん。はいはいはい、はい、うん。最初は、この部屋から見た、この高さに驚きましたよね。驚きましたよね。本当、はい、気遅れする、気遅れするって思って。うん、おかしい、なんでこんなところで笑っていていいのか。いていいの、そう、ね。それが今や平気でスパスパスしてるわけですよね。もう我が家のように、うん、完全にリラックス状態 で、うん、ですよね。人間誰って怖いな、うん、怖い怖い、怖い、ね、本当に、うん、だから最初に言ったでしょ、うん、手こいでしなきゃいけない、そういうことじゃない、うん、違うの、我々この高さに慣れちゃったわけですよ、うん、20何階って高さに、うん、もう戻れないですよ、うん、さらなるその変な2階の編集部とか、2階の編、それ無理っす、無理っす、戻れないですよ、そんなの無理っす、それは無理っす、くせえ編集部なんて、戻れないですよ。でもお別れなんだね、今日で、あ、今日でなんか寂しい、寂しいですね、うん、お別れって、今回お別れってですね、うん、やっぱここでもっとアイコスバンバン吸いたいよな俺らラストアイコスでしょねえ、うん、本来もう御手洗さんもタバコ吸おうかってさっき言ってたぐらいのそう、ね、じゃあ一本なら最悪どうぞみたいなもう DMM 側から OK 出たかんね、吸ってないよ、まあ、勝手な OK だけどね、そうそうそう、 DMM としての OK じゃないよ、俺トイレ行く時に、うん、いやそれはさすがにって感じで匂いがって言ってましたよ、そうそうそう、じゃあ我々恵比寿とお別れじゃないですか、うん、最近恵比寿と別になんかお別れしたことありますか、いいお題だね、出てこないけどすげえいいお題だわそれ何かをやめた何かとさえならしたあ、わかりました、はい、はい、これ問題です、うん、お二人プラス皆さんに、はい、この服が変わりましたよね、うんうん、何週間か前、うんうん、その前と今僕、うん、劇的に違うことがあるんですよ、お別れしたものがあるってこと、はい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 、でキムさんにも実は言ってないです、うんうん、あのその後3、4回は会いましたけど、うん、一切言ってない、御手洗さんは今会って、そうね、あれいらって俺はスッと気づいてくれるかなと思ったけど、え、一切何も気づいてない、変化変化で劇的に変わってる部分がございます、はいはい、はい、木村さんメガネ、うん、正解いや気づいてましたよ確かに、以上6回目じゃあじゃあそれお別れじゃん、いやいや、お別れ、前のメガネとお別れしたっていうことなのね、そうそうそう、みたらさんは何かと、さっき俺辞めたんだよね、うん、なんだ、オーバーオール、オーバーオールまだ着てるよ、元気だよ着てる、怒ってますオーバーオールディスってんじゃねえよ的なみたらさん元気だよ、元気元気、はい、はい、俺、まだ今はさよならしてないですよ、でも多分5年以内にはもう必ずこのパターンは結構でかいこと言うよ、大木さんとさよならすることになっちゃうよそっちかよ、うまくもねえようまくもねえし、なんなんだよそのネタ、これからな俺も回収されるよ、回収を考えなきゃいけない、面白いやつ、面白いやつ、確かに ね、うん、そうね、確かに押すよね、内池さん短命説をそう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 、すごい押すよね俺昨日の収録で一つショックだったっていうか、うん、反省したのが、うん、キムさんが中山七海プロと話してる時に、うん、七海プロが大木さんって芸能人みたいですねって言ったんですよ、うんうん、その瞬間キムさんが何言ってんの、大木さん芸能人だよ、きついのみたいな、で俺その時何も返せなかったんですよ、うんうん、ね、うん、スッて言っちゃったんですけど、そこでいや僕なんか芸も能もないですよって言えやよかったって昨日寝る前にずっと考えてた、やっぱ奥さんさよならそうだね、ありがとうございました、そんな何かこういうの入れてこうとか、やっぱ、うん、ゲーム的なのをやりたいな僕は、しりとり、いや、しりとりとかじゃなくて、うん、ちょっとこうブレイクコーナーみたいな感じで、あよくさ昔のトーク番組で、はいはい、なんかさ、黒ひげボクシングのさ、そうそうそう、カシャカシャカシャとか黒ひげとかで、はい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 、なんかやって、や
ったね、やってたね、あれ何の番組だっけ。やりたい、これここで。わかるわ。やりたい、俺急にやりたくなった。なんで、うんうんってうなずくだけなの。せっかく見たらいさんわざと乗っかってくれてんのに。いや全然やりたくねえなと思って。嘘俺本当にだってシーンってなった時ね、うん、じゃあそろそろ今日もやりますかとかガチャガチャ一瞬盛り上がるじゃん、うん、じゃあこれからもこのスタイルで頑張ろう、もうのんびりやっていこう、いろいろまあ偏見学誰かいないですか、お知り合いに面白い女の子とか。俺会ってみたい女性、今三田良さんのお母さんです。ああ美和子美和子ワンチャン調子こいて出るからないやどうなんだろう、カメラの前であいつ萎縮すんのかなあいつってめっちゃ口悪いんだよ、ほんと。俺すっげえ注意するんだもん、 親なのに。三田良さんが注意するんですか。注意する、お前そういうこと言ったらもう怒るよみたいなこと言うのね。すぐあいつ何々だからとか、親ヤクザだからとか、ブラックだからとか、そういうのすぐ言うんだよ、バカだから。え、ないですか、そのこうしたい。ゲームは却下す。ゲームは却下。このカラオケは？カラオケ？キムさんがチューブの歌を完璧に歌えるようになるまで、スタッフシーズンを完璧に今もう大丈夫でしょ、もうトラウマなくなったんでしょ。そうなんです、まあ、ウルフルズで練習します万歳でもこのメンツにじゃあ一人誰か加わるっていうと、一番しっくりくるのはやっぱ酒井さんなのかなって気がしますけど、ね、まあね、酒井さん全員なんか違う意図でつながってるじゃないですか、うん、そうだね、あなるほどね、そうだね。もしくは下に行くんだったらマリブ、うん、それも最初思ってたマリブね。あとあれかな、あとは全く縁もゆかりもない人っていう、うんうん、だから、うん、そこも宿題です。ああ次回の、うん、だから G1 ダービークラブ、うん、ああそうだ覚えてます、覚えてます、大丈夫ですか。いや俺はもう優秀でダービーって呼ぶって思って、心のノートにきちっと書いてますよ、はいはい、次回まで宿題、はい、G1 ダービークラブの自慢しゃめです、はい、自慢しゃめです、はい、自慢しゃめと、はい、あとじゃあもう一人加えるのは誰がいいかっていう、はい、で2回目からにすればいいじゃないですか。うん、ね、さよなら恵比寿、はい、ありがとう、はい、終わり？ありがとうってやってます。もうこの空気感でできるわけないでしょそんなの。え、ありがとう。それそういういややんないです。やってた。やったことないし。やったことないか。うん、まあね、さよなら皆さん。確かに。期待してやんないですよ。本当ですか。もう三田良さんにじゃあお任せしますよ、それ。ちょっと待って、考える真剣に。ありがとう恵比寿、ありがとうアロマティックトーク。あ、それ綺麗に締めてくださいよ、あの演歌のように。ちょっと待ってよ、いやこれ俺の悪い面が絶対出ちゃう。もううんこちんちんいらないですよ、これ。テレはいらないですよ。セックスって言おうと思ってた。我々恵比寿にお世話になりましたね、たくさんなりました、うん、我々を成長させてくれた街です恵比寿、そうですね、その恵比寿とお別れしなければいけません。三田良さん、はい、お願いします。ありがとう恵比寿、また会う日までさよなら。あーよー、いやーやめてよ、ありがとう、ちょっと待ってよ、さよならさよならほら考えすぎたよね